はい、こんばんは。はい、こんばんは。これでいいですね。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは、ハレリア、アメン。はい、こんばんは。はい。あ、まだ始まってない、これ。はい。はい、こんばんは。ですね、今日も一応 YouTube 始めましたけども、まあ、うまくいってるかどうかちょっとわからないんですけども、まあ、とりあえず YouTube まだ今のところはですね、うまくいくようになってきましたので、はい、はい、すいません、予約しなくて申し訳ありませんでした。ちょっとゴールドチケットがなくなっちゃったもんですから、ゴールドチケットなくてちょっと予約できないでやっております。申し訳ありません。はい、はい、そうですね、それではですね、何を話したらいいでしょうかね。はい、今日はですね、まあいい天気でした。とてもいい天気で、すごくいい気候でしたね。はい、こう涼しいといいですね。まあ例年に比べてどうなのか分かりませんけど、結構涼しくて過ごしやすいということですね。はい、はい、ライオさんこんにちは。こんにちは、ライオさん。BSP の方いない。あまり BSP の方いないですね。BSP の方一人もいないでしょうかね。はい、そうですね。それではですね、何から話していったらいいでしょうか。まずですね、まずあれですね、土曜日ですね、土曜日の1時からデビッド・テイラー集会のデビッド・テイラー集会の、まあ、決起大会がですね、土曜日にあるんですけど、残念ですけど地下2階ということで回線が、まあ、使えないということで申し訳ないですけど、一応ライブは中止ですね。ライブ中止です。そしてあれですね、一応またその録画を撮って録画をアップする予定ですけど、また録画アップしたらですね、またそれは連絡しますので、まあ、しばらくちょっとお待ちください、ね。土曜日のデビッド・テイラーの決起大会は一応ライブは中止になります。申し訳ありません。そう、 Wi-Fi が地下2階で飛んでないんですね。地下2階のホールで、アイオさんが宣伝を受けたい。あ、いいですね。アイオさんがですね、皆さん月曜日だったかな、月曜日ユイさんを信じるということで、素晴らしい皆さん、アイオさんね、信じましたよ、信じました、素晴らしい。それでですね、あとは、そうですね、あとですね、皆さん、地獄の声、ね、地獄の声って言いましょうか、地獄の声のですね録画があるんですね。ちょっとこれをお見せしますから、まあ、今じゃなくていいので後で見てほしいんですが、
恐ろしい地獄の声の録音があります。地獄に声があるのってあるんですね。これが地獄の声の録音ですね。これ聞くとですね、もうわあ怖いということですよね。非常にまあ怖いということですね。はい、これがですね、皆さんぜひ地獄の声を聞いてくださいね。地獄の声ですね。地獄の声ですね。私もですね、地獄の声を聞いたことがあるのですが、まあ、ちょっとそれとちょっと違う声のようですね。こっちの地獄の声はですね、もう数多くの人の叫び声、数多くの人の叫び声の、まあ、地獄の声ってちょっと聞きたくないんですけど、ちょっと、まあ本当に怖いですね。これを聞くとですね、本当に地獄ってあるんだなみたいな感じになりますね。はい、それではですね、次はですね、あと何があったかな、次はあと何かあったかな。はい、スーザン・デイビスの予言ちょっと読みましょうかね。またあれからちょっと読みましたのでですね、スーザン・デイビス、どこがいいかな。ちょっとここに読みましょうね。あなた自身の心を求めるのはやめなさい。向き直って私の心を求めなさい。へりくだりなさい。神の心から離れて反抗して歩んだことを悔い改めなさい。ひざまずいて、あなたには神が必要であることを私に告白し、謙遜に従って私の前に身を横たえなさい。こうするまではあなたには分からなくても、あなたは敵に属してその心を行うものなのであり、あなたはあなた自身のものではなく、あなたは敵のために働き、あなたの創造主なる神に対して反抗し、私の国に逆らって働いており、人類の大半とともに地獄への広い道をたどっているのです。あなたが自らへりくだって従うことによって、私の心の内に入り、広い道からそれて狭い道に向かって、初めてあなたは地獄に落ちることから救われるのです。すごいですね。はい、スーザン・デイビスの予言ですね。これが唯一の安全で幸福な場所です。それは神の御心のただ中にあるのです、ね、そういうちょっと難しい感じの訳なんですけど、まあすごくこうストレートで、かなりこうなんて言うんでしょうかね、はっきりしたそういうあれですね。はい、それではですね、あと何を話したらいいでしょうかね。そうですね、あとアナウンスは特別なかったでしょうかね。
アナウンス、はい、じゃあタイトルいきましょう。タイトルいきましょう。今日のタイトル、YouTube コメント忘れてました。さかなさん、ハレリア、こんばんは。よしおさん、こんばんは。はい、今コメント見ました、すみません。よしおさん、はい、こんばんは。太郎夫妻、こんばんは。太郎さん夫妻、こんばんは。それではですね、タイトルいきます。愛は勝つ、愛は勝つ。なんかどっかで聞いたことがあるような言葉ですけど、愛は勝つというのはですね、信仰的なフレーズではないかと思うんですが、愛は地球を救うとかありますけど、愛は地球を救う、それもですね、聖書的な言葉だと思いますね。愛王は勝つと、愛王さんではないですね。愛は勝つ、ね。こう短いセンテンスですけど、中身が濃い感じがしますね。中身が濃い感じがします。はい、それではですね、はい、愛王さん、クリスチャンになりましたよね。アヨさん、イエス様を信じてクリスチャンになりました。素晴らしい。姉さん、人が一人救われるというのは嬉しいものですね。人が一人救われる、それはものすごい、その嬉しいことですね。嬉しいことです。はい、それではですね、愛は勝つということですけど、これは聖書的なテーマなんですね。どういうことかと言いますとですね、ちょっと御言葉をまず読みましょうね。御言葉をね、御言葉です。はい、御言葉、ローマ 12-9、 愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。17、誰に対してでも悪に悪意を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。ここにですね、悪に負けてはいけない、ね、悪に負けてはいけない。だけどその、善をもって悪に打ち勝ちなさい、ね、悪に悪で勝つのではないんですね。世の中はですね、悪で悪に勝とうとするわけですね。ここ大事ですから、皆さんよく理解してくださいね。世の中は例えば喧嘩ね、喧嘩っていうのはですね、もう悪で悪に勝とうとするわけでしょ。悪で悪に勝とうとする、それが喧嘩です。口論もそうですね。口論もですね、相手を責めて悪で悪で勝とうとするのが口論です。口論ね。それがこの世ですよ。この世というのはですね、その悪で悪に勝とうとする、悪で悪に勝とうとしてますね。はい、そういうですね、喧嘩突なんかそうですよね。ニコ生では喧嘩突っていうのを、喧嘩突っていうのがあって、その口論するわけですね。そういうその喧嘩突というのはクリスチャンにとっては良くないことなんです。で、
悪に悪で勝つのではなく、ここにあるように善で悪に勝つ、ね、善で悪に勝つ。もしあなたの敵が飢えたら彼に食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。これがですね、クリスチャンのあり方です。クリスチャンのあり方、世の中のあり方と大違いですね。世の中は悪に悪で勝とうとします。その何でしょうかね、論破っていう言葉がね、まあニコ生では言われますけど、論破した方が勝ちとね、論破した方が勝ちというふうに言いますけど、世の中では論破した方が勝ちですけど、私たちはですね、論破することが勝ちとは思ってないんですね。論破した方が勝ちとは思ってないんです。私たちは相手を論破するんじゃなくてね、論破するんじゃなくて真理を語って勝つというね、御言葉を語って勝つ、真理を語って勝つ、そういう感じで相手を言いまかそうとするのではないということですね。言いまかそうとするのではなくて、御言葉を語って御言葉を語って、御言葉を語ることが勝利です。今日の朝やりましたよね。今日の朝やりました。今日の朝、勝つというのはこの世に勝つ、悪魔に勝つ、罪に勝つ、誘惑に勝つ、死に勝つということですけど、それはまあ十字架によって悪魔に勝ったんです。もうイエス様はすでに十字架によって悪魔に勝ったんです。しかし私たちは、ね、このイエス様の十字架の勝利によって悪魔に勝つことができます。神の愛で歩めばそれが勝利と言ってもいいでしょう。十字架は神の愛を表してますから、まあ、神の愛で勝利していると言ってもいいでしょう。それと同じように私たちは神の愛で対応する、悪に対して、罪に対して、ね、愛が罪を覆うという言葉がありますね。愛が罪を覆う。私たちは神の愛でですね、人の罪を覆います。悪に善ってね、よく言いましたね。覚えてますか皆さん。悪に善、悪に対して善で報いる、悪に対して善で報いる、まさにこれが愛が勝つということですね。愛が勝つ。まあ愛というのは、神は愛なりですから、愛というのは神様のことですね。で、悪というのは悪魔のことですから、まあ、神様が悪魔に勝つ、神様が悪魔に勝つ、これが愛は勝つということですね。愛は勝つ。はい、まあそういうわけでですね、その神の愛で生きるということがクリスチャンの基本です。ですから、この聖書の一番の命令は、隣人を自分のように愛する、隣人を自分のように愛する、まさにこれが愛するということですね。隣人というのはいい人とは限らないんですよ。敵も愛しなさいということですから、いい人であろうと悪い人であろうと愛する、これを世の中ではありえないことですね。世の中ではありえないことですけど、まあ、私たちはそういう、世の中ではしないようなことをする、世の中でしないようなことを私たちはするわけです。はい、まあそういうわけで皆さん、私たちは、この、神の愛で、ね、神の愛で
ちょっと失礼、こう、ま、孫の手、孫の手でちょっと孫の手ですね、すいません。私たちは本当に神の愛で人を愛する、神の愛で人を愛する、まあそういうですね、生き方を学んでいます。そういう生き方を学んでいます。ぜひ皆さん、私たちはその背中かきながら神の愛を語る申し訳ありません、神の愛で人を愛し、この世はですね、暴虐に満ちていて、この世は悪で満ちていて、この世は罪で満ちていますけど、私たちは神の愛で世の中を変えます。愛のリバイバルというふうに私はね言っていますけど、皆さんがですね、神の愛で歩んでくだされば、ね、愛のリバイバルです。皆さんが家族を愛し、隣人を自分のように愛し、神の愛を実践するならば、皆さんが神の愛を実践するならば、神のリバイバル、愛のリバイバルです。愛のリバイバルです。皆さん、一緒にね、一緒に愛のリバイバルです。愛のリバイバルです。愛のリバイバルです。愛のリバイバルですね。はい、アメン。それではですね、あとメッセージとしてはですね、まあ、結局その本当の勝敗というのは論破することではなく、言いまかすことではなく、ね、自分の意見を通すことではなく、本当の勝利は愛を表すことであり、神の言葉を語ることであり、そういうことが本当の勝利なんだということですね。本当の勝利、それは神の愛で、神の愛を表すと言ったらいいでしょうか。神の愛を表す、それが本当の、勝利ということですね。それが本当の勝利だということです。はい、そして、皆さんの信仰による愛がですね、天の宝として蓄えられています。最後まで残るのは信仰と希望と愛ですから、愛が一番優れていると書かれています。皆さん、私たちは何のために生きているか、神様のために生きているんですけども、神の愛のために生きているとも言えるでしょう。私たちは、この、肉の力で生きているのではなく、神の力で生きているんですけど、もう一つは神の愛で生きていると言ってもいいかもしれません。天国では神の愛が満ちているそうです。神の愛が満ちている空間、いいですね。天国では神の愛が満ちているんですよ、皆さん。しかしこの地上は悪に満ちていますね。この地上は、この社会は悪意に満ちています。悪意に満ちてますよ、この社会はね。もう本当に、なんて言うんでしょうかね、多くの人が傷つくのは、多くの人が傷つくのは、この社会が悪意の社会だからですね。クリスチャンはイエス様を告白していくことがいいですね。アーメン。この社会はですね、悪意の社会なんです。だからみんな人間不信になって引きこもっちゃうのは当たり前。皆さんが引きこもってるのは当たり前なんですよ。皆さんがですね、傷ついて、
人間不信になるのは当たり前なんです。当たり前なんです。それは、悪意に満ちた社会だからですね、悪意に満ちた社会だからね。その人間不信になってその引きこもるのは当たり前なんです。当たり前なんです。私も引きこもったことがありますね。引きこもったことありますけど、もうそれが傷つかない方法ですからね。外に出たら傷つきますからね。もう引きこもった方が傷つかないんですけど、でもイエス様を信じてですね、イエス様を信じて癒されて、ね、その悪に対して愛で勝つことができるようになりますから、皆さんが神の愛を学んで、イエス様を信じて神の愛を学んでください。皆さんが神の愛を学ぶならば、外に出ることができます。人を愛することができます。悪意に勝つことができます。罪に勝つことができます。皆さんですから、皆さんのその人生の、今までは敗北してきたかもしれません。今まではサタンにやられて敗北してきたかもしれません。しかしこれからはイエスキリストにあって勝利します。イエスキリストにあって勝利しますから、ぜひ皆さんイエス様を信じて、勝利のですね、人生を歩もうではないでしょうか。勝利の人生を歩もうではないでしょうか。はい、まあそういうわけで、日本のリバイバル、それは愛のリバイバルではないでしょうか。愛のリバイバル、皆さんが、神の愛で隣人を自分のように愛していく、自分のしてほしいことをしてあげる、まあ、そのような生き方をチェンジしていただいて、悪意のある人生から、愛の人生に変わってほしいと思います。あ、菊池さんこんばんは。菊池さんこんばんは。悪意の人生から愛の人生に変わりましょう。神様が期待しているのはそこです。もう天国行ったらですね、もう本当に神の愛に満ちた世界です。悪意がありません。天国には悪意も敵意もありません。いじめもありません。喧嘩がありません。天国では愛し合うことしかないんですね。天国では愛し合うことしかありません。イエス様の愛を知ってから人を妬まず恨まなくなりましたよ。菊池さんアメンアメン。まさにそうですね。この世は妬みと恨み、妬み節です。特に日本人ってそういう感じしませんか。なんか親の仇とかね、恨み節、妬み節、黒田節みたいなね、鰹節みたいな、まあ本当に、そういう日本は恨み節ですけど、そういう恨み節ではなくてですね、私たちは愛の人になる必要がありますね。愛の人になりましょう。愛の人ね、愛の人になって、もうその素晴らしい愛の人生始めませんか。愛の人生始めましょう。もちろんすぐできるわけじゃないですよ。やっぱりですね、まず私たち自身がですね、神様に愛されて、神様にたっぷり愛されて癒されて、そしてだんだん愛を学んでいく必要があります。イエス様の愛、ね、イエス様の
愛、それをイエス様の教えはイエス様の愛を学ぶことだということですね。イエス様の愛は、イエス様の愛は、私たちイエス様の御こと命令はイエス様の愛を学ぶことです。はい、それではですね、角部行きましょうね。角部、愛は勝つ角部、愛は勝つ角部、愛は勝つ角部ですね。ちょっと良くなってきましたね。ちょっと良くなってきました。なかなかこの角部難しいんですよね。以前のは簡単だったんですけど、これがちょっと難しくてですね。でもやっとなんか音が出るようになりましたね。やっと音が出るようになりました。まああまりいい音じゃないかもしれませんね。角部の音色で油注ぎが来ました。菊池さん、アメン。アメン。愛は勝つ、愛は勝つ、悪意に対して神の愛で勝つ、神の愛で勝つ、愛は勝つ、愛は勝つ、神の愛で悪に勝つ。いいですね皆さん。愛は地球を救う。でもこの愛は地球を救うっていうのがですね、まあ、神の愛ですよね。あの4チャンネルの愛は地球を救うっていうのは、あれは人間の愛ですよね。皆さん、人間の愛は地球を救いません。人間の愛は地球を救いません。神の愛が人間地球を救うんですね。神の愛が地球を救うんであって、人間の愛は救いませんよ。皆さん、そこのとこちょっと気をつけてくださいね。なぜ人間の愛じゃダメなんですか。人間の愛はですね、自己愛ですよ。自己愛でね、コロ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 、自己愛なんですね。人間の愛は不完全じゃないでしょう。そう、人間の愛はね、本当の愛じゃないです。人間の愛は条件付きの愛ですね。条件付きの愛です。条件付きの愛ですね。はい、それではですね、自分の利益を考えた愛が多い。そうそうそう、本当の愛じゃないですね。本当の愛っていうのは神の愛ですね。神の愛、エコひいきのない愛、ね、無条件の愛ってよく言いますね。無条件の愛、相手がどうであれ愛するという。敵でさえも愛する、敵でさえも愛する愛、それが神の愛ですね。まあ、十字架の愛と言ってもいいでしょう。十字架っていうのは罪人のために死ぬ、敵のために死ぬ、まさに十字架こそ神の愛ですね。十字架こそ神の愛、私たちは神の愛を学ぶ必要があるんです。皆さん、神の愛を学びましょう。神の愛を学びましょう。神の愛を学ぶのです。僕が殴られたり嫌がらせを受けてもその人を愛します。アメン、アメン。
キリちゃん、僕も近所のカリスマ教会に行きたく なりました。じゃあですね、ちょっと連絡ください。本当にカリスマかどうかチェックしますから、その教会の名前を教えてくださいね。間違えていったら大変なことになりますのでね、確かめていきましょう。確かめてね。はい、それではですね、明石タイムいきましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の愛で、歩むようになった証。イエス様を信じて、神の愛が分かってきた証。イエス様を信じて、悪意がなくなってきて、人を許せるようになって、人を愛するようになってきた証。スタート、スタート、スタート。カリスマの教会は少ないです。少ないです。この放送で仕事を辞めて神の道に入ろうと思った。働けとうるさいサタンの親を許しました。アイオーさんもクリスチャンになったんだからキリスト教は正しいと分かった。アメン、アメン。憎んでいた父を愛せるようになった菊池さん。日本人が差別的なのは愛が足りないからだと分かった。キューちゃん、北海道に行ったらキリスト教会が多かったのですが、なんでですか？沖縄と北海道に多いんですよね。沖縄と北海道に多い。上と下、上と下に、ね、クリスチャンが多いんですね。ワルコメを打ってるリスナーも愛します。菊池さん、アメン、アメン。仕事中もイエス様のことで頭がいっぱい。エンジェルギノワンさん、すごい、すごいです。皆さん、仕事中もイエス様のことで頭がいっぱいだそうです。すごい。愛についてキューちゃんと同じことを韓国のチャングンミ牧師も言ってたよ。そうですか。チャングンニミ牧師が言ってた、うん、鹿児島もクリスチャンが増えましたよ。アメン。もう一日中イエス様のことしか考えられないです。菊池さん、それが素晴らしいんです。それが素晴らしいんです。もうそれが信仰です。それが信仰です。もうイエス様のことだけ考える。イエス様のことだけ考える。これが信仰です。どんなに困難でくじけそうでもイエス様を信じます。アメン、アメン。イエス様に出会って幸せになりました。アメン。悔い改めて盗んだバイクを返しに行きます。アメン、アメン。港さん、こんばんは。この放送のおかげで両親の言うことよりイエス様の言うことを信じます。アメン。
自我を捨て去り信仰だけ考えたいです。アメン。自我を捨て去りましょう。千葉県もクリスチャン増えてます。早くイエス様に会いたいです。節子さん。アメン。アメン。キューちゃんの話を聞いてから寝るとなぜか疲れがよく取れます。油注ぎですよ。油注ぎです。皆さん油注ぎを受けてください。油注ぎを受けてください。神の言葉を聞くと油注ぎを受けるんです。神の言葉を聞くと油注ぎを受けるんです。悪魔の言葉を聞くと疲れます。悪魔の言葉を聞くと疲れます。天国に早く行きたいです。菊池さん。アメン。天国に早く行きたい。油注ぎを受けるにはどうしたらいいんですか。悔い改めてイエス様を信じることですね。悔い改めてイエス様を信じて、そして、放送を聞いてください。油注ぎを受けるでしょう。深く深く悔い改めて、深く深く悔い改めると油注ぎを受けるでしょう。すみません、これはキリスト教の教えですか。はい、キリスト教のプロテスタントのカリスマ派の放送ですね。カリスマ派は油注ぎを強調します。油注ぎを強調します。皆さんが油注ぎを受けてほしいのです。キューちゃんの言葉には思いやりがあります。これは愛なのでしょうか。そうですか。ありがとうございます。アメン。アメン。愛は寛容です。愛は親切です。日本全国でリバイバルを起こそう。エンジェル・ギノワンさん。そうですね、日本全国でリバイバルを起こしましょう。日本全国でリバイバルを起こしましょう。アメン。イエス様のおかげで競馬やめれました。イエス様のおかげで競馬やめれました。キューちゃん、ツイキャスやめたんですか。明日の朝はですね、ツイキャスと YouTube をやる予定です。明日の朝と土曜日、明日の朝と土曜日、YouTube やるかどうか、ちょっとですね、まあツイキャスだけちょっとごめんなさい、まあ、まだ決めてないんですけど、ツイキャスと YouTube をやる予定です、ね、明日の朝ね、土曜日と明日ツイキャスと YouTube をやる予定です。いつも行き当たりばったり申し訳ないです。申し訳ない。デビッド・テラーの本を読んだら油注ぎが来ました。アメン。アメン。マルコメやめたらアトピー完治しました。ワルコメやめたらアトピー完治しました。すごい、すごいです。イエス様を信じたら無職でもいいと思えた。この放送で優しさとは何か分かってきた。アメン。アメン。ニートだからこそ真の愛を与えられました。アメン。人間ドックに行くより日曜礼拝に行こう。
無職は悪ではなく不信仰、不信仰こそ悪だと分かりました。アメン、アメン。自殺をやめようと思った。アメン。自殺はやめようと思った。イエス様いつ来臨されますか。もうすぐです。もうすぐと言ってもいつか分かりませんが、20年ぐらいで来るかもしれません。分かりません。今度産む覚悟ができました。今度産む覚悟ができました。キュウちゃん、今まで何人の方を自殺から救ったんでしょうか。いや、数えてないですけど、何人かいると思いますね。何人かいると思います。キュウちゃん、また早川牧師とコラボしてください。そうですね、またします。キュちゃん、共産主義ですか。いやいやいや、共産主義じゃないですね。共産主義じゃないですね。クリスチャン主義ですね。クリスチャン主義、キリスト教主義ですね。キリスト教主義。キュウさんはいつイスラエル旅行を廃止するんですか。まだ分かりませんが、したいと思ってます。チャーチスクールに生徒が増えるように祈ってます。アメン。まあ、皆さんの中でですね、小中高で不登校の方がいたらですね、ぜひチャーチスクールに来てください。東京町田です。チャーチスクールですね。スカイプの方に問い合わせください。キュちゃん、チャイスクールは何人まで入れるんですか。10人ぐらい大丈夫ですね。10人ぐらい、まあ、また増えればまた場所を作りますからね。はい、十字架を見せてください。あと9人ですね。僕も増えるように祈ります。ありがとうございます。ありがとうございます。もう世界中の学校をチャイスクールにしたいですね。日本中、世界中の学校がチャイスクールにしたいと思います。生徒一人から生徒一人から日本中、世界中の学校をチャイスクールにしたいですね。進化論を教える学校に子供を通わせたくないです。菊池さん、アメン。ギターも教えてくれるんですか。ギターも教えますし、今キーボードも、私じゃないんですけど、キーボードも教えてますし、それから、あと何でしょう、あとヘブライ語と中国語と韓国語とやっております。まあ、中国語と韓国語とヘブライ語は、まあ、かじりですね。かじりです。英語もやりますよ、もちろん。英語もね、英語もやっております。英語は主にですね、聖書の英語ですね。聖書の英語を読みます。魚さん、聖書には頑張って働きなさいと書いてあると思うのですが、それはですね、パウロが言ってるとこですけど、それは特集なんですね。特集です。
一般論としてはね、神の国とその義のためにお求めなさいというのが一般論ですね。働きなさいっていうのはパウロの特殊論ですね。特殊論、僕は社会的に無職ですが信仰的に僕は働いています。そうです、本当の仕事です。菊池さん、菊池さんの仕事は本当の仕事なんですね。本当の仕事、天職ですね。天職、天職っていうのは、まあ、神の国のための仕事、神の国の仕事が天職ですね。この世の、まあ、言葉の定義とはちょっと違うんですね。はい、それじゃあ、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナル、ファイナルメッセージですね。人を幸せにする方法を伝える仕事をしています。アメン、アメン、アメン、アメン。それではですね、まあ、今日は愛は勝つというタイトルなんですけど、とてもねいいタイトルだと思いますね。愛は勝つ、愛は勝つ、十字架のことを言ってますね。十字架、十字架は神の愛ですから、そして十字架は勝利ですから、まさに愛は勝つ、十字架のことですね。十字架、神の愛でサタンに勝利しました。神の愛で、神の愛でイエス様はサタンに勝利しました。サタンに勝利しました。十字架こそ愛は勝つという、十字架こそ愛は勝つということですね。素晴らしいです。そして皆さんの人生も、今までは悪に悪の人生、悪悪人生でしたね。皆さんの人生は今まで悪悪人生、悪に対して悪。しかしこれから皆さん、私たちの人生は悪善人生、悪善人生、悪善人生っていうのは悪に対して善、悪に対して善、悪善人生でいきましょう。十字架の横にイエス様は日本を愛していると書いてありますね。そうですね、 Jesus loves Japan、 Jesus loves Japan と書いてあります。本当に、イエス様は日本を愛しています。イエス様は皆さんを愛しています。イエス様は皆さんを愛しています。暴力に対して愛で対抗します。アメン。太陽と北風という、ね、童話がありますよね。太陽と北風、まあ、あんな感じですよね。まあ、風は暴力でコートを脱がそうとしますけど、太陽はポコ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 、太陽政策、太陽政策で上着を脱がせます。ですから私たちは神の愛で、ね、神の愛で勝利します。神の愛で勝利しますね。神の愛で偶像を取り除きます。皆さん、何をするにしても神の栄光を表すとありますけど、私たちは何をするにしても神の愛のある方を選びましょうね。何をするにしても、喋ることも表情も態度も心も神の愛を選びましょう。神の愛を選ぶのです。私たちは御言葉を守って、イエス様の御言葉を守って、神の愛の言動、神の愛の言動しませんか？神の愛の言動しませんか？神の愛のリバイバル、
今日の放送を聞いて、今日の放送を聞いて、うぬ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 、そうか、これからは神の愛で生きてみよう。今までは、悪意の中を生きていたけど、これからは神の愛で生きていこう。これからは神の愛の人生を始めよう。悪善人生、悪人生から悪善人生で生きよう。素晴らしい人生になる、素晴らしい人生になる。イエス様を信じて神の愛の人生始めたいと思う方、イエス様を信じて神の愛で生きていこうと思う方、アメンと言ってください。決心する方、アメンと言ってください。神の愛で生きるんだ、神の愛で生きるんだ。今までは神の愛がなかった、これからは神の愛で生きていくんだと決心する人、アメン、アメン。皆さん思い切ってアメン、とにかくアメン。もう人生やり直ししたい、アメン。もう行き詰まっているから、アメン。もう人生助けてほしいから、アメン。イエス様に向かってアメン、アメン、アメン、アメン。素晴らしい、素晴らしいです、アメン。皆さんの人生は素晴らしい人生になります。皆さんの人生はものすごい可能性のある人生になります。神の愛で生きていくんですから、神の愛で生きていくんですから、素晴らしい人生になるんです、素晴らしい人生になるんです。天のお父様、感謝します。どうぞアメンと言った方々がイエスキリストを信じて、罪が許され神の愛で生きれるようにしてください。イエス様の教えは神の愛の教えです。イエス様、どうぞどうぞ、今アメンと言った方々が神の愛を学んで、家族を愛し、友達を愛し、隣人を愛し、もう愛のリバイバルが起きますように、愛のリバイバルが起きますように、もうリスナー一人一人が愛のリバイバルを起こしますように。どうぞ、今までは憎んでいた、今までは、嫌っていた、しかしこれからは許して愛して、許して愛して、もてなして、親切にして、優しくして、これからは敵をも愛する、敵をも愛して、もう愛の人生を始めるんだ、愛の人生を始めるんだと決心していますので、イエス様、どうぞ彼らが、新しく生まれ変わって、新しく生まれ変わって愛の人生を始めることができますように。あなたが愛です、あなたが愛です、あなたが愛です、あなたが神の愛で、リスナーを満たして、満たして、神の愛で満たしてください。心の中から愛が流れてきますように、心の中から愛が流れてきますように、愛が流れてきますように。もう言葉といい、行いといい、もうすべて神の愛で満たしてください。神の愛で満たして、もう本当に神の愛の素晴らしさの中で、神の愛で満たされて歩むことができますように。イエス様、祝福してください、祝福してください。神の愛で祝福してください、神の愛で祝福してください。イエス様、どうぞ日本が神の愛の国となりますように。リスナーの愛によって、リスナーの愛によって、日本が神の愛の国となりますように、神の愛であふれる国となりますように。日本を作り変えてください、日本を作り変えてください。イエス様、あなたの愛が必要です、あなたの愛が必要です、あなたの愛が必要です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございました。明日ツイキャスト YouTube、 ツイキャスト YouTube 朝ですね。シャローム、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい。シャローム、シャローム、シャローム。